どうも手越しげです。さあ今日もですね、大好きなゲームをみんなで楽しくやっていきたいと思います。ゲスト MC ペンギンズのぼうくん。どうもペンギンズののぼうです。よろしくー。よろしくいきますよ。今日も今日もやりますよ、今回もゲストの方来てもらってますはい、この方たちです。はい、二次三次所属のバーチャルライバーやってます、イブラヒムと申します。よろしくお願いします。お願いします。こんばん X、 二次三次所属バーチャルライバーXRと申します。よろしくお願いします。いいですね。いいですよ。はい、いや俺はあのゲームの最中と同じぐらいこの結構オープニング好きですから、はい、そうくだらねえオープニング好きなんで僕へ。そうなんですよ。はい、ということで、今回4人でやるゲームはこちらです。ハズモフォビア。これ何これ。はい、知らないですか。全く知らん。これね、ちょっとあのテコニャンの苦手な。えホラーゲーダメだって俺嫌なんだよ。俺のゲームハウスのホラーゲーは本当にやりたくねえんだって。そうですよね、うん、とんでもない顔のサムネありますもんね。そうよ、1枚ね。めっちゃ怖いからめっちゃビビってるやつね。えこれは何、結構これホラー度は強い方なの。今までにやったことない怖がらせ方をしてくる。びっくりしない。するふざけんな今ね外伝しますよ。ホラーゲームは4人でやるゲームですし。確かにそう、サポートし合いながらできるので。今まで結構ソロだったからね。そうですね。あみんなで挑めんならいいわ。ちなみにあのお二人はホラーゲームはいかがですか。まあでもそうですね、ちょっと苦手ぐらいの感じ。あ、XRアルビオ全然苦手じゃないです。いやいやいや、そまあまあ俺は大苦手なんですけど。あ、そうなんですね。構図で言うとここと似てる感じですね。そうだねマジやだよ。シンプルな質問だけど、なんで探さないといけないいやマジでそれなんだよな。いるじゃん、夏とかになるとさ、はい、心霊スポット行くやつ、はい、行ってみようぜなんて言ってお墓とか行ったら俺霊サイドだったら呪うもんよくないよ、霊探しに行くのは。ゲームやんなよもうそういう設定なの。そうなの。それが面白くなっていくの。はい、でこれなんですけど、まあ、幽霊をさっき、まあ、探すっていうゲームになるんですけども、うん、はい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 、はい、そう、ゴーストバスターって方は他にいるっていう設定なんですよ。なのでその人たちにこんなお化けがいたんですよっていうのを報告する役というか、うんうんうん、この部屋に幽霊がいましたみたいのを最終的にその上に上げるというか、はいはいはい、その下請けの役です。あ、下請けなんだ。そうです、だからのぼうさんみたいな感じのことを今から僕らは。誰が下請けだよ下請けなんだ下請けじゃないから。じゃあもうじゃあ早速やっていきましょうか。いいよ、はい、教えてくださいよ。あれですか、坊主の方が、坊主がラヒーそうだよ、俺っすね、はい、俺だと思います、はいはい、色白、うん、そうそうそう、色白がエビオさんですかね。色白の、はいはい、これ今屈伸してるのですね、はい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 、で、この、赤毛これ俺っぽいな、あの目がグッとしてるのがこのちょっと目がグッとしてるこれ、はいはいはい、鼻くそ詰まってない鼻詰まってないです色です、あれは皮膚の場所ですけども違いますほらほら梅垣さんではございません。見せ方見せ方いいんですよ、はい、まずここにミッションリストっていうのがあってこのミッションリストに書いてることをまあ1個ずつやっていく感じですね。目標1がメインミッションで、そうですね、2、3、4はサブみたいな感じ。とりあえず僕らはゴーストの種類を特定することが第一目標という感じで、はい、なるほど。でまあ、ここにアイテムがさっき書いてたやついっぱいあるんですけど、いろいろ、うんうん、だこれをそれぞれ何担当するか。ここは広いですね。そうですね。あ、これじゃあちょっと任せたいな。これこれスピリットボックスって言って、はいはいはい、幽霊のいるところで喋ると幽霊がいた場合反応してくれるっていうのがあるんで、うん、右クリか。だからそうです。あ、そう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 、それの間に喋りかけるとね。すいませんがと、日曜定休日と伺ってるんですけども、誰と更新してるんですか。ちょっと質のなんて何の予約ご飯と食べようとしてる繋がってないんですよ、行きつけの店に。あ、違う違う、繋がってないんだ。僕じゃあこれでいきます。これはそのお化けに反応して5段階までこう、はいはいはい、そうですね、光る、判定してくれるっていう。めっちゃ詳しい。マップ見ときます、この家。あ、はいはいはい、この家の構造、一応構造が、はい、ここに書いてありますんで始まります。これ嫌なんだよな、ホラゲーマジで嫌だ。嫌がってる人いるな。先行って先行ってこれだから始まりますよね。ちょっと間に挟んで。俺も先嫌だっすね、はい、とりあえずだからちょっと間に挟んで。マジのお化け屋敷の時じゃないですか。それでお化けが いる部屋をね特定しなきゃいけない。そうマジはそうっすね、はい、入りますよ。
ペゴニアを囲むようにいきます。入りますよ。はい。おお。おお。この家初めてやるかも。やばい、僕懐中電灯忘れた。これ懐中電灯2個持ってるよ。はいはい、あ、え、なんで？2個持ってるんですか。じゃあ1個くれ。なんで肩と手にやってるんですか。これもでしょ。これは。あ、それは別ですね。あ、別これ。これお化けの指紋が映るやつなんで。そうですね。あ、ブラックライト。暗いな。これ家の電気つけれるんですよ、どっかで。地下にね、あるはず、多分。一応スイッチあるんですよね、家の。そうですね、スイッチあるんで、ちょっとスイッチ探したいな。じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あ、地下行ってる。地下行きます。いいよ、行って。いやいやいや。全然いいっすよ、行っても。いいっすよ、行っていいっすよ。懐中電灯持ってないんですよ。あ、めっちゃ重い。大丈夫です、なんもない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 とかじゃなくて、その映像的に真っ暗なんだよ、俺そのやばこれ動画としてどうなのってなっちゃうから。これ、中電灯明るい。一応まだ、このリーダーの反応はない。あ、いい反応はないですね。あ、消された。あ、あ、あ、オッケー。あ、え、今誰か消しました。消した。いや、今バッテリーの方やったんで。あ、オッケーです、オッケーです。これで各部屋の電気がねつくようになりましたね。ようになったと。え、いるのこれ。まだ出てきてない。反応はしてないですね。手形とかなんて分かんないよこれ。今出てないですね、まだ。この部屋でも寒いかも、6度しかないかも。あ、温度が低いところで話しかけてみてください、さっきのやつで。あ、いや、20度戻ったな。一瞬今6度の部屋があった。なんで温度が分かんない。ここ1度しかないぞ。1度1度、ここ1度。あ、話しかけてみますそれ。あ、もしもし。あの、こちら引越しなんですけども、います？ちなみに。はい、キムチ単品と。キムチ単品、はい、中華、中華、よいちのハイボールでも、いいですか。焼肉屋行ってない。上の階行きますか。上行こう。上一回戻りましょう。でも明るかったら怖くない。確かに。あ、電気。くれー。なんか一個ヒント見つけたいですね。そうですね、まだヒント全然ないですね、こいつらの。あ、2階はないんだっけ。2階はないのか、見取り図的に。ないですね、地下だけっぽい。あら、なるほど。じゃあ絶対地下じゃない。地下行ってもらって。とりあえず俺ちょっと本を置いてきたんで、本に何か書かれてるか見に行きますか、地下の。え、この家の中に絶対いるの。います。いますね、絶対いる。書いてないですね、本。この本もお化けがいると落書きをしてるんですよ。そうなんですよね、この上にある。ピピピピピも言わないですか、あの。言わないです、言わないです。今ずっと1段階のままです。確かに。いや、この辺ちょっとビーになってる。あ、言ってる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 くない。言ってるよ。この角かも。どこ。あれ2階っすか。いや、地下の地下バッテリーのところ2段階目まで行った、一瞬。このドア、ドア勝手に開けたりもしない。もしもし、いませんか、お化けさん。いや、反応しないっすね。反応しない。確かに気温めっちゃ低いんだよな、ここ2度しかないし。本当に、だから気温低い場所みたいなことじゃなくて。あ、消えた。あ、あ、確かに。あ、来たんじゃない、来たんじゃない。テゴには話しかけよう。え、おい、行ってみよう。もしもーし、聞こえますか。今聞こえた。喋ってますよね、今。もしもーし。聞こえますか。今喋ってたね。います。お化け。なんか呼び捨てだったんだけど。あ、来てる来てる来てる。めちゃくちゃ太めの声で喋ってる喋ってる。ってことはどこにいんの。お化け。この今スピリットボックスが反応したじゃないですか、うんうんうん、でこのスピリットボックスがじゃあ反応したんでクリックしてチェックすると、うん、ちょっとお化けが絞られるんですよ、はあはあはあ、でこのようにいろんな証拠を集めて最後の一匹になるまでというか絞り込むっていうゲーム。じゃあこれはとりあえずこれでいいよね。そうですね。お化け。あ、3まで来てる。あ、やば。この辺だ。ここら辺だ。ってことはあと指紋ないですか。指紋ないな。俺らが一回離れた方がいいかもな。ここ。いや、ついてないですね、さっきから全然指紋。ないよ、指紋なんて。指紋ないタイプもありますんで。でも、にしては証拠が少なすぎるな。一旦戻ります、じゃあ。一旦車に再集合しましょう。話し合いますか。そうですね。
あとなんだ？プロジェクターってまだやってないですか？ここじゃないんじゃね？ビデオカメラ。ここです。じゃあ廊下に置いてくるわ。オッケー。え、難しい。死んだらごめん。オッケーオッケーオッケー。え、死ぬとかあんのこれ？一応開始5分以降はお化けが襲ってくるようになるので。へー。あ、もうそういうモードに入ってそう。チームの正気度が下がれば下がるだけ襲われやすくなるので。大東君。今ラヒムさんが一番低いですね。正気度。処理で入ってるから。トイレ行ってるから。一応廊下に置いてきた。お。こんにちは。ああ。ご本人が。ご本人が映ってる。中継のイブラヒムです。お。そちらいかがでしょうか。こちら一応ですね、めちゃめちゃ寒いんですけれども。はいはいはい。あれウィルス？マッキーを確認。ウィルスの天気中継？ウィルじゃないかな俺。そんな豪華なことある？じゃあイブラヒムさん。あ。え？ん？なんかありました？あ、なんか映像が乱れてる。なんだこれ？あれあれあれ。あ、え？あれ待ってこれイブラヒムやばい？え？あれ誰か確認しに行けます？そうしましょうか。ちょっと言ってもらっていいですか。じゃあちょっと僕ここで見とくんで。じゃあえなんでさ音信不通になったの？そうでも確か小気度がハテナになってるから。ハテナになってるから。お亡くなりになった可能性はガチで呪われた可能性あります、ね。あ僕持ってないです懐中電灯。あれ？僕は持ってないです。あのテゴさんは。じゃあテゴさんちょっとこっち肩についてんだよだからそのねこれ肩こっちのこっちの見てみてよこっちのこっちを2個持ってるじゃんほら肩についてんだってほらどうやって肩のやつを渡すのだからあじゃあ肩全員ついてますよ肩これだから中入ってちょっと近いって言ってもらってもいいかじゃあテゴニャンと僕が行くいいよ行こうかはい、はい、声しなくなるって怖いですねなんで声しなくなるのうわなんか下えこんなんあったっけ？そうっすね。えなんかおかしくないですか？わめきわめきをしてる。一回逃げた方がいいです。一回外出ます。一回外出ます。えこんなんあったっけ？そうっすね。えなんかおかしくないですか？わめきわめきをしてる。一回逃げた方がいいです。一回外出ます。一回外出ます。一回外出ます。開かねえんだけど。いや開かないですか？あれ引き戸引き戸？引き戸だ引き戸引き戸。引き戸。日本式。一回戻りました。一回戻り声してんのよ。なんかもうすぐそこにいましたね。確実にいるぐらいのレベルいる。やばいです。それではもう順番に入っていきますかこれ。じゃあテゴニャン。なんで？まあテゴシさんの前かな。そうですね。ふざけんなよ。ついてきてよ。行きます。そうです。あの回収点って僕らないんで。絶対ついていきます。絶対ついていきます。もちろん。もう声してんだよこの奥。おい。おい。来てねえじゃん。引き戸です。引き戸です。引き戸です。なんか、あ、なんか来てるじゃないですか。やばいやばい。落としてる。うわー、なに？うわー！うわ、手が。テゴニャン？テゴニャン？テゴさん？テゴニャンどこに？あ、なんかこれあれか。遺品だ。テゴニャンの遺品だ。あれこんなとこにありましたっけこれ、あこれ今ねえびっくりしたあかやばい近点滅してる点滅してる多分いる多分近くにいるやばいこれこれ戻りますか戻りましょう戻りましょうあ俺死ぬかもあえ嘘待って行かないであしか一人で行かないでえちょっと待って出ます出ます僕出ます僕出ますどこだっけどっちどっちこれどここれどこまずみんなみんなみんないるもういいよもうこんな状況になるんだったら殺してくれってお化けあ来た来てくれたあもうやってくれもうどっか行ったちょっと俺なんで俺だっけやだよこんな状況で生きていくのはあ来たやったありがとうあ怖っおい何ちょっとみんな死んだんすか本当にシンプルに全滅しましたね僕ら
最後終わり方なんか超 B 級映画みたいな感じのすっげえ変な終わり方ファントムだったじゃん。ファントムだったんすねだったじゃん。ファントムだったのか。だったんすね。これは、ね、俺が入った時に入ってこなかったの、はい、あれやったよね2人が。いやいや、そあれも幽霊ですかね。扉開かなかったよ。入らなかった。開かなかったあれ違う、あれは引き戸だったんですか。どうしますか、はい、これもう一度行きます。もう一個、もうちょい部屋広い。そうですね。あ、うわ、怖い開け方。先ほど、あ、お電話した、はい、テゴニャンなんですけども。何これ。え、これ何？